んですけど、多分ちょっと不手際かったと思うんですよね。え、ちょっと確認しますね、すいません。おい、間宮、お前この間の取材どうなってんねや。あ、はい、あ、少々お待ちください。邪魔すんな、いいとこだったのに。どうしたのその顔。おかげで暇になったよ。結局
局お前は俺との約束さえ守れないやつなんだ。ああそうだよ、そんなこと初めから分かってたろ。で何の用だよ、そんなとこボケっと突っ立ってんだったら邪魔だからさっさと帰ってよ。なんでそんなことした、どうして俺との約束破った。約束か、約束なんてな破るためにあるんだよ。違う、約束は守るためにあるんだ。守ってこそ俺とお前の関係があった。お前はそれを全部台無しにした。バカだお前は。約束を信じる方がバカなんだよ。僕は約束を信じない、そう決めたんだ。どういうことだ。ケンちゃんだって約束を守らなかった。あんなに約束したのに、必ず行くって約束したのに。ケンちゃん、ケンちゃんってあの絵の少年のことか。誰に聞いた。千鳥くんに。初めてここで会った時彼から聞いて。小学校の時いじめられてた僕と千鳥をいつも助けてくれた先輩がケンちゃんって言うんだ。僕はケンちゃんのことが大好きだった。強くて優しくてかっこよくて僕の憧れそのものだった。ケンちゃんも才能あるでしょ。ケンちゃんは僕の描いた絵をいつも褒めてくれた。僕はケンちゃんの笑顔が見たくてたくさん絵を描いた。やっぱ才能があるのかな。そんなこと言ったの。あ、これケンちゃんのために描いたんだ。早く元気になるようにって。ケンちゃんクジラ好きでしょ。ノエルは絵が上手いな。ノエルは海に行ったことがあるか。行ったことない。ケンちゃんは。俺も行ったことないんだ。俺の病気が治ったら今度一緒に行こうか。本当？約束だよ、約束だよ。うん、約束だ。その一週間後ケンちゃんは死んだ。約束を守れないまま。その時僕は初めてケンちゃんを愛していることに気がついたんだ。でも愛するということがこんなにも悲しいならば、愛するということがこんなにも苦しいのならば、愛なんていらない。約束なんて信用しない。